はい、どうも皆さん、こんばんは。新婚しの印刷の第431冊目になりますね。はい、えっと、ちょっと、イリアク、抱っこをまかないで、よし、ビヨーンと伸びて、あ、はい、はい、はい。はい。画面のみんなに、えー、見て回ってください。久しぶりですって、1ヶ月ぶりぐらいになりますって、イデャクんです、えー。相変わらず元気ですね。よく食べて、よくうんちしてます。はい。はい、どうもありがとうね。よいしょ <coughs> ということで、4 3 1冊目なのかなと思いますけども、もう、もはや今週一冊じゃなくて、今月一冊って様子を提してるんですけども、まあ、あの、あんまり言い訳はしませんが、ちょっとなかなか発信できないんですけども、まあ、あの、配信できるうちにやろうってやっとこうと思うことで、あの、必ずしも日曜日配信じゃなくなってはいるのですが、え、ちょっとスケジュールとは関係なく、あの、まあ、ある意味、自由にやらせていただこうかと思っておりますね。 えー、ということになりますでそれで、えっ、ー、と、まあ、あの、今週の土曜日には、岐阜県図書館で、大人のためのブックトークの、えー、新年度の第1回が始まるんですね。でということもありまして、まあ、その準備も少しあるってこともあって、えー、ちょっと本日は、えーと、火曜日の夜の8時過ぎですけども、えー、配信を行っております。で、えー、新婚春節第431冊目になりますけども、前回内田百軒だったんですね。で内田百軒の本は、あの、同じ山本さん、一世さんの、 本がが、えー、冊目が出たんですねでこれなかなかこれもまた面白い本なんでまたこれも機会があったら紹介できればねと思います。だから紹介したい本はいくらでもあるんですけども、えー、なかなかこの収録の <laughs> チャンスってないもんで、まあ、別に家の中でいればいつでもできるんですけどもなかなかちょっと乗り切れないですね。 えー、ということで失礼いたしました。まあ、あの、できるだけ定期的に、えー、皆さんのもとに新しい本とか、いろんな面白い本を紹介できればと思います。えー、で、今日はですね、あの、この、高校生のための文章読音高校生のための文章読音というものを、えー、紹介できればと思ってますね。で、この本はもともと、あの、古い本でですね、今からそうですね、あの、1986年ですかね。もう40年近く前、38年前。 40年近く前にもともとは単行本で出たんです。で、僕もそれはよく覚えてますけども、えーまあ、特徴が2つあったんですね。一つは、文章読本っていう、まあ、今まであの谷崎潤一郎、えー、三島由紀夫、川端康成以来ずっと、まあ、あるいは、えーまあ、井上久志もそうですけどもね、えーまあ、そういう以来、ずっと物,物書きのすごい人たちが書いてた文章読本という形態の、えー、そういうタイトルが本に使われてるってことですね。 それからもう一つは今、14歳のためのなんちゃらっていうのは、すごいたくさん本が出てますけども、これは高校生のためのって書いてあるんですね。それが非常に印象深くて、その2つの点が、よく僕は覚えてて、それで買ったことあります。それで、谷崎柳島が書いてるみたいな文章読本と違って、どういういい文章を書くかってことではないんですね。 えー、そういう文章論が展開されてるわけじゃなくて文字通りあこれは僕は常々授業でも例えば今イアマスの授業を1回だけやったんですけども、えー、文,献あ文面構成っていう、まあ、変な名前の授業を担当しましたでその時には、えーとまあ、いい文章を書くためにはいいあの他の先生は何か,かこう ななんか,なんか製造的な文章ですよね何かの申請書の文章の書き方とか、えー、あるいはなんかレジュメの書き方とか、まあ、割とそういうちゃんとしたカチッとしたことを教えてくださったみたいですけども僕の文面構成では、まあ、いい文章を書くためにはいい文章を読むことというだから書く前に読む、まあ、読,読まないと書けないですよね読むというインプットがないと書くってアウトプットができないのでまあそれに沿ってあの考えを進めるようにしてましたからだからなるべくいい文章を紹介するってことでまさにその授業では 文章書特攻のあれこれであるとか、三島の文書の最後の北条の海についてであるとかね、そういったあのことを展開したんです、つぶらい好奇の遺書とかね、えー、まあそういう優れた文書、つぶらい好奇の遺書を優れた文書ていうカテゴリー入れるべきかどうかっていうのはちょっとまだ分かりませんけど、まあ、そういう形で展開しました。なので、あのこの本はそれたちがあって、文庫も結構分厚めですよね。で、これは1986年にあの、まあ、初版が出てますけど、文庫化されたのは2015年。 で私が持ってるのこはこの2022年の第8刷りなんですけどもえだからそう新しい本ではありませんよねでこの文書読本、まあ、たまた僕が言ってる京都の伊予にある大垣書店ってとこではあるジャンルにおいて文庫が新刊旧刊関係なく平積みされてるっていうコーナーがいっぱいあるんですねでその中でいろんな文書読本それこそ谷崎や川端や三島のね えー、あれは山本雄一とか中村さんとか,なんかいろんな人の文書読本が並んでる中にこの本が積んだったってこともあってこれはいいなと思って手にしてみたんですねでこの本はとにかく両文いい文だけが並んでるという、まあ、当たり前といえば当たり前の読んで字のごとくの文書読本なんですよいい文書書くための本マニュアルっていう意味じゃなくていい文書をここで読むということですねいい文書がまとめられた本ということなんですよ両文集みたいな感じですよね でこういうのが参考になるんじゃないかなってことであの書かれた本なんです。すまあ、その辺が、まず本のタイトル2つに僕は引用されたんですね。で、おそらくこれは結論じみたことを言えば、高校生のためのって書いてありますけど、高校生は呼ばないと思うんですね、なかなかね。ただ、これは実際4人の高校の教師ですね、もともと愛知県の駒木工業高校ですよ。 あの公共高校だからつまりなかなか現代文の授業とかここの授業とかっていうのについてこれる学生が少ないと思われる、えー、教育環境の学校ですねそこの4人のここの先生がですねまあ教著で書いたわけですねまあ今そのうちの4人の方のうちのお二人はすでに軌跡に入られていて残りの二人の方はですねまあ,あのその上位学校である愛知淑徳大学っていうところの先生になってるんですね、えー、もうそれもお辞めになったかもしれませんですね、えー、だと思うんですけどもだから まず、その高校の先生、実践の場にいる高校先生によって書かれたとことですね。で、まあ、道路の先生に聞いたら、愛知県の高校では全部この文章読本を副読本として配ってるらしいです。だから自分、その先生が高校生の時にはこの本読,読まされたとか読んだってね、えー、そういうこともあの言っておられましたのでね。えー、ということがあって、まあ、書かれてますでこれはあの、まあ、比較的短い文章ですよね。だから文庫本でいうと、1、2、3、4ページか5ページですね、わずかね。 にあのまああとはそこにこう作者のプロフィールがこうやって書かれているようなまあまさにここの本ですよねあのここの教科書と同じでみんなこういうところいたずら書きしますよね落書きするんだけどでそういう,う本として構成されている本で実にこれは 70, 70種類の文献がですねこの中に収められているとまあこれは今なくなってしまったあの被団の基礎側の,あの外れの旅館でですね4人で集まって70個の文章を、えー まあ集積してきたっていうのが懐かしい思い出なみたいなのが著者の一人によって書かれてはいますけどもねまあそれはともかくまあとにかくあのまずこの本の選別がすごいなと思いますね70のうちの僕は多分9割5分ぐらいは読んだことある文章だと思うんですねまあ長い文章だってもそのうちの一部が使われてるわけですねノーマン・メーラーなんて大体長い文章ですけどその,あのラタイとしての一部だけが使われたりするとね、えー、いうことがあってまあそういうものがまあ中にありますそれでさらにですねこの 手帳1ってのは、手帳ってのが1から15まであるんですね。15を、まあ、後書きに変えて付、まあ、け加えられたものは、厳密に全部で14の手帳ってって、それがまあ文章どう書いていったらいいか、表現とはどういうものかみたいなことについて、えー、書かれていて、これがなかなか参考になるんですね。で、これが途中の時初し挟まった例えば表現とは、一度人間の心の中を通ってきた世界に形を与えることであると。ね、形を与える。まさ,まさにこれ、表彰文化ですよね。 表彰ってのは何かも自分の体に入ってきたものに対してそれを別のメディウム、別の形に変えて外に出すことですよね。エクスプレッションですね、表現ってのはね。エクスプレッションって表現って、まあ、日本語で訳しますけども、表現はどちらも表す表すって言葉なんで、あんまり実は表質、表エクスプレッションって言葉の意味内容を表したとは思えないですね。だから実際はこれ表質の方が正しいかな。例えば舞踏家の岩下徹さんなんて人は自分のダンスのことを表現と言わずに、表質と言いますね。 あの計画して出すものは表現っていうけども予定と振り付けとか全部決まっててねでも吉田徹は大体いい即興ダンスがメインですからダンスセラピーとかやってますからではそういうのは表出思わず体から出ちゃうんですね体の中に入ってきていろんなものが出ちゃうんですねそれは土方辰巳もだから自分の体の中の悔しい思いとかつらい思いとかねそういう思いというものが自分の体を通して一回出ていくとでそれが舞踏なんだっていうような言い方してますから舞踏、まあ、に限ったことではないんですけどもおそらく表現エクスプレッションとはそういう意味合いなんですね 形形になる形は文章ですねでその形になるってことは大事なんで心の中に帰ってきた何かこ何か世界って書いてますけど、ね、これはまあ通称はインプレッションって言い方をしますよね中に,中に入ってくるってことですかねまあ影響とか感動とか作用とかまあいろんな言い方が役があるかもしれませんけど自分の中に入ってきたものをそのものの形では自分の個別のものとして、えー、外に出して共有することとか外に出して公開することはないですね。 多くのものもはそううだと思うんですよいろんな人が見た映画とか文学なんていうのは、みんなその人がその人なりにみんな受け止めてるわけですから、えー、それが外に出るってことは、まあ、いつもはないですよね。でも、それで読書会なんかでみんなで言い合うとかね、あるいは映画を一緒に行ったあのメンバーと一緒にあの映,画か映画が終わった後、映画館のそばの喫茶店でみんなでその映画について語り合うとか、そういうの一回言語化されるわけですよ。よ自分の体体を通して見た映画という体験が 言語化さされれてるわけで、すすねねエクススプレされるわけでこういうことが重要なんだってことを言ってて、まあ、全くその通りだなって感じがしますよね。だからまあ、これはこういう言い方良くないかもしれませんが、高校の工業高校のここの先生がですよ、これだけのものを書かれたってことは、まあ、なかなかこういう先生たちに言葉をかけて、編集者、畜生の編集者もすごい人だと思うんですけども、実際書いた4人ってもなかなかのメンバーですよね。だから、そのそれぞれの文章についての,ま,あのまとめってめたは一切書いてないわけですよ。 だからあの、ただひたすらそういう文がずっとまとめられていて、えーまあ、読もうと思えばですね、ちゃんとあのそういう注射が書いてあるからどこの文庫で読めばいいとかね、えー、いうのが書いてあるので、まあ、それで読むことができると思うんですねだからあのそれの70種類、ま、70種類全部上げることは今の僕にはここではできませんけどもあの、まあ、混沌から言葉へ感性の輝きとかで賞、まあ、立てがされたわけですねで言葉で遊ぶもう一人の自分 見ること見えること幻想への旅疑いから思索へえ吉というもんは女と男さまざまな青春日々を見つめてえ生きる悲しみ体験の重み生きる喜びと全部で14のチャプターに分かれて、まあ、それぞれに 7, 7つぐらいかな6つか7つの文章が入ってるんで全部でね7つの文章が収められてるということになると思うんですけどもまあこれは僕もこの,あの本を読んでまあ読み出そうと思った人ってのは正直言っていなかったんですけども。 でもね、やっぱりこういうものを高校生の時読んでおきたかったなって思うのは、えー、たくさんありますね。例えば、次吉原日記なんて載ってるんですけども、も次さんは高校生の時にはさすがに知らなかった、ガロは知ってたけど、次吉原は知らなかった気がするんですね。そういうものが載ってたりするし、あるいは、まあ、高校の時に決してで遠ざけていた、例えばブルーストとかね、なんか、あるいはバージニアウルフとか、ボルヘスとか、そういった海外の作家なんかについては、うん、書かれてるんで。 まあ、そういうものも引用、引用っていうかねあの、選ばれているので、そういうのはすごいなと思いますね。えー、あと,、まあ、変わったと、変わったとこって、だいたい変わってるんですけど、全部ねあの。ユングの文章も載ってるんですね。ユングの噂としての UFO というのがあって、まあ、これはあ,のあまりにも有名な、あの彼の集合的無意識っていう言葉を証明するために書かれた本で、まあ、今、竹馬が国営文庫、かつてはエピステーメ選書って、朝日出版社の本に入ってたんですけど、空飛ぶ円盤っていうユングの書いた本があって、まあ、そういう UFO みたいなのも、 人間関わり共同幻想でそういうのがあったらいいなと思うと見える存在するんですねユングにとってはねでそういったものについて書かれてこういうものを読んだら僕はフロイドよりも早くユングを読んだかもしれないなと思いますねでそういうのが高校生のためと書いておきながら実は高校生は読んでないんではないかと、まあ、確かに愛知県ではこれは副読本として、まあ、配られてるようですけどその先生も、まあ、ちゃんと読んでなかった、まあ、それを教えることをできる先生があんまりいなくしゃらなかったのかもしれないですね、うん、っていうことがあって でまあ、あのそういうのがあるから、高校生のためにって書いてあるかど実は高校生の時にこんなものは読めたらいいなと思う大人のためのってことなんですね。だから14歳のためのなんとかっていうのは、ものすごくたくさんの本がね、まあ、哲学から社会学から、ね、いろんなもの、ね、地政学から、えー、物理学からいろんなものが14歳のためにって書かれてます。14歳っていうのは、まあね、平ヴァるゲリアムの年齢、まあ、当然そうなんですけども、中二病の中二、まさに中二の時ですね、14歳ってのはね。だからこれは、まあ、あの人間、人間存在の過渡期にあるわけだから。 まあ人間になれるかならないかって瀬戸際みたいなのが中2なんですね。実は、えー、僕ら大学教員にとっては中学生や高校生を教えるって言ったらなかなか困難なことで、なぜかというと理由は簡単で、彼らはまだ人間ではないからなんですね。まあ、人間ではないって言うと結構差別的な言い方になっちゃうって今では、今ではポリコリ的にやばいのかもしれませんけども、まあ人間というか苦しさた存在に行く前の前屈的な存在なんですね。だからあらゆる混沌とかなんかを抱えてるんですあらゆる悩み事とか、あらゆる苦しみとかね。 あらゆる喜びを抱えてるんですよ。そういうあの全ての感覚感情を抱えた存在としてまあ、毎日学校に来るわけですから。だから、その彼らどこに？どこの金銭に触れるかっていう形で、えー、話を展開したらいいかというのはわからないから、僕ら中学。ここで教えるのは難しいですね。まあ、大学来ると大学生でガラッとみんな変わってしまって、なぜか大学の中では？ みんな押ししままってしまいますよねみんな静かなもんですよね。聞いてるか聞いてないか分かんないって感じの授業が多いんですけども、えー、やっぱ中学、高校までは、その聞いてるか聞いてないかなんていうレベルじゃないですね。聞いて、そもそも聞いてないですよ。世界は <laughs> 共有されてないんですね。まあだから高校の先生と生徒が仲いいっていう関係美しい関係に一見見えますけども、実際は違う世界に住んでるんですね、彼らはね。で違う世界も同士のスパークですよ、衝突ね。 でそういうものが高校の授業だと思うんですがそのために高校生のための文章読書で書かれたのは、そのスパークスの異集団ですね。異次元の集団がどうやってコミュニケーションを取るかってことなんでね。で、その媒介はこの4人の先生がやられてるってことになると思うんですね。でそういう意味では、この著者たちの,あの仕事ってのはすごいですね、これね。で、この帯にも書いてあるように、読ませる文章には理由があると。ね、だからさっき私が言ったように、まあ、いい文章を書くためには、いい文章を読むってことは重要なんですね。だからどうもあの、僕のところの学校の人間には分からないみたいなんだけど、 いい文章を書くために、いい文章を読むためにいい文章を書きもあ、いい文章を書くためにはいい文章を読みましょうってことで、三島を読ませるというと、なんで三島紀夫のそういう文学、いわゆる日本文学とか純文学とか言われているものが、えー、自分の論文やレポートといったね、まあ、かなり制度的な、えー、文章に役立つのかって、まあ、疑問に思う人が多いんですね。だそこはどうやってつなげるかって、それぞれ本人の文才というか、文章に対する感度、感性の問題なので、えー、そこまで僕は教えることはできませんけども、でもとりあえず、 掲示するんですね。とまとにかく掲示、とにかく,にかく手の内を見せるってことですね。だから、これ四人、四人が苦労して、四人の手の内を見せて、何十の文章ってここに、まあ、描き上げたわけですね。で、それがどれを見ても、まあ、あの、微分とは限らないのもあるんだけども。まあ、しかも、これは、あの、韻文って入ってませんから。詩とかね、俳句とか短歌みたいなもの、あるいは古典のようなものも入ってない。そういうの入れたら、入れたで、面白いので。まあ、それは、この人たちは、また別の形で書いてますけどね。 だからこういうまああののための高校生のための,のための文章ってのための入門書みたいないっぱいあってでそういうのが書かれてるっていうのが、まあ、すごいですねこれねだからそれがまああるためにまあいろいろな読者を集めてまあすごい発行部数まあたくさん売れたんですねだから今でもこうやって置かれてるし本屋さんで別に高校生を買うあの高校生の教科書とか参考書のコーナーに積まれてるわけじゃなくて普通 普通のの文庫本のコーナーナにこうやっててまれてるわけねでそれで書かれてるもんあの読まれてるもんですからでこれを僕が見てる間も結構読むあの立ち読みしてる人もいたしね買ってたのは僕だけでしたけども、まあ、そういうことがあるのでだからそういう意味で実は著,著者はそんなに有名な著者ではないわけですよよく知られた人とかいい文章を書いた人とか小説家であるとかそういった方ではないわけで。 まあ循然たる高校の教師と現役の人たちが選び出した70のテキストというものをまあ高校生は読むかなーと思ってその高校生に示してみせてるわけですね。高校生実は読まないと思うんですよ。で大人になっても多分読まないですね。多分これは僕は断言できるんだけどもまあ高校生ぐらいの時にあんまりいい文章に巡り合う中で人ってのは多分生涯。 だからまあ,あの頑張って読むことにな,るなった読めるようになったっていう人はいるかもしれないけども実際のところそういうのはあのなかなか難しい作業ですよね。だからずっと本が好きで読んでるっていう人は、まあ、あんまり高校生のためにこういうのを読まなくても 自分のありの文章読本っていうのをちゃんと作ることできますよね。自分がどういう文が好きかとか、SF が好きであるとか、ファンタジーが好きであるとか、ジ分ブナイルが好きであるとかね、何でも言うと純文学が好きであるとか、詩が好きであるとか、いろいろあると思うんですねで。そういうところから自分の好きな文章読本っていうのを自分で編むことができると思うんですけども、えー、そうじゃない人にとっては苦痛でしかないですよね。多分、人の文章を読むってことはとても苦痛なんですね。おそらく本を読むのが好きな人間にあっても、なんか公式のマニュアルであるとかね、えー、何かの説明書であるとか。 あるいは、まあ、僕ら大学の教員ですから、いろんな大学のところで、まあ、契約を交わしますよね。で、いまだに契約書っていうのは、サインして、署名して、犯行をするっていうのを、いまだにやってるんですね。それをまた送り返すってことやってるんですけども、あんな文章読んだことないですもんね。だ何が書かれてるかとか、給料とか全くわかんないです。まあ、多分、そういうとか、文章の中に入ってると思うんですけども、だからそういうのは読むのは苦手なんで、まあ、それは別にいい文章ではないんですね。いい文章とけらず、まあ、いい文章はあるかもしれないけど、いい文章を書く必要ないわけですよ。そういう、いたって形式的な文章の世界に関してはね。 だから実際そういうものしか読んでない人にとっては文章ってきつい、ね、つまんないいたって無味乾燥なものが映るかもしれませんねだけどまあ我々はそういうのを乗り越えてなんとか本をたくさん読んで好きになってきた人間ですから <laughs> だからまあこういうものを読むといいなとほっとおっこりするしまあ今でも僕はのここ自分がここの時の現代文の教科書ですね例えば斎藤三樹の俳句であるとかであのまあ今だとあの恐ろしき決めらんちぶさ夏来たる 恐ろしき日々の小さなきたるとて俳句は今でも覚えてますね、これね。水枕がばるとは寒い弓があるとか。でそう、斎藤さんきの句も覚えましたし、以前、前の前,の前ぐらいかなに紹介したような、桃中久明先生の自分で考えるということとかね、あとは太宰の短い文章とか、まあ、いろんな文章を経済文で習いました。もちろん中学の時中島淳さんの有名な理由とかね。 えー、習ったわけですけど、いやそういうのは全部覚えてますね。まあ、それぞれの中学高校の任の高校の先生の顔とか教え方とか、レジュメの作り方とか、文字の字体とか、そのとともに、板書の書体とかね、ともに全ての記憶として本を読むという経験が残されてます、僕にはね。で、あるいは僕は高校の時は全然、あのまあ、あんまり学校にはあんまり行ってなかったんで、図書委員会、図書委員って一番役職としては軽い、あんまり仕事がないようなところに入ってました。で図書員の仕事っていうのは、図書館でのね、あの水筒っていうか、 本を借りに来た同級生がいたら総理に化していくっていう、まあ、非常に単純な作業なんだけどそれ以外の時間は年に何したらいいかって図書館の中で自由に本を読んでていいんですねだから僕は図書院であること特権にしょっちゅう図書館の中に入り込んで、まあ、当時図書館長は橋本機転という超有名な歌人だった方ですねこの方はまあ,あの早稲田大学の先生でもあったんだけども僕らの早稲田高校の図書館長になられて えー、僕は習ったことはなかったですね、誰か、現代学校の先生が休,休校になったときに代行で来られて、2回ぐらい、えー、まあ、そのけいに触れたことありましたけども、この橋本貴恵という超有名な歌人がもう亡くなりましたが、えー、まあ、館長だったですね。で、僕は、まあ、授業中、まあ、に教室に行かずに、図書館でずっと退社基準調全集を読んでたんですね。えし、ー、普通は怒られますよね。で図書館長が来たら、教室戻れとか、授業出ろとか、絶対怒るはずなのに、橋本先生は僕にお茶を持ってきてくれてね。えー 学生たちにもかかお茶を持ってきてくれて、隣に座って、谷崎はどうですかとか言って、谷崎の話をしたのは、今でも本当に夢のような記憶として覚えてますからね。だから僕は図書館、あの本の記憶ってたら、どういう本、誰の本を読んだって記憶とともに一緒にですね、どんな授業で読んだかとか、どんなレジュメで読んだかとかね、あるいは図書館どこで読んで、その時に橋本先生が、あの館長が、どうやってお茶を運んできてくれたか、僕はあの時安倍公補の全集と谷崎の全集を並行して読んでた気がして。 結局図書館にある全集をほとんど全部読んでしまいましたね。安倍晃子シェイクスピアも、えー、谷崎もね、川端も芥川も漱石もね、あ全部図書院委員会の時、図書委員の時代には読んでしまったんですけども、まあそういう僕の経験なんかどうでもいいですよ。そうじゃなくて、そういうような経験を今また詰めるってのは僕にとってはすごい名誉なことらしい、とても誇らしいことなんですね。 だこういう高校生のための文章読本といは読んだり広げたりする、紐解といたりするっていうのは、そういう高校時代の記憶と必ずしも同じ文章が載ってるわけじゃありませんよ。だけど、えー、記憶とがなんかこうすごく甘やかに結びつけられる経験として、そこにあるんだってことですね。でそういう意味でこういう本体は非常に貴重なものだなと思いますので、えー、皆さんに強く紹介したいと思います。まあ、この中でまた見つけて、いい文章を見つけてください。でいい文章を見つかったら、ぜひ単行本でお買い求めていただいて、えー、その文章全体をね、まあ、部分が多いから読んでいただければいいと思いますね。 ということで、進行詩の一冊、第431号、一冊目ですね、えー、になりますけども、なかなか毎週とはいきませんが、えー、このぐらいにしたいと思います。まあ、できるだけ毎週やるようにしますので、また次回、失礼します。